ヘルシアウォーターヘルシアは、カオが発売している飲料ブランドである。生活習慣病の増加などで、体脂肪を気にする消費者が増加していることから、開発された。コーヒー、紅茶、ノンアルコールビールテイスト飲料以外の製品は、それぞれの飲料部門で初となる、特定保険用食品の指定を受けた飲料である。また、特定保険用食品に指定された飲料では唯一、 エネルギーとして脂肪を消費しやすくするの許可表示を受けた飲料でもある。2010年秋からヘルシア緑茶が日本人間ドック検診協会の推薦を受けたのを皮切りに他の製品にも拡大され現在は発売されている全製品で推薦を受けている。2015年4月のパッケージリニューアルでこれまで側面や裏面に表示されていた。 日本人間ドック検診協会推薦マークがパッケージ正面下に表記されるようになった。2016年7月にヘルシア緑茶 A へのリニューアル時に特定保健用食品で初めてとなる脂肪を代謝する力を高め体脂肪を減らすのを助けるの許可表示を新たに取得し、同年10月のリニューアルでヘルシアあったか緑茶 A、ヘルシア緑茶スッキリ A、 ヘルシア五穀めぐり茶 A、ヘルシアスパークリング、ヘルシア紅茶 A に2018年3月のリニューアルでヘルシアウォーター A も新たな許可表示に変更。2017年4月発売のヘルシア緑茶うまみ贅沢仕立ても新許可表示となっている。2019年4月にヘルシア緑茶アルファへのリニューアル時に内臓脂肪を減らすのを助けるの許可表示が 新たに取得された。発売当初は緑茶のみだったが、その後、スポーツドリンク、炭酸飲料、コーヒー、紅茶とラインナップを広げており、総合飲料ブランドとして発展している。かつては、ウーロン茶、ブレンド茶、ノンアルコールビールテイスト飲料も発売されていた。2018年11月に、機能性表示食品のスティック粉末タイプが発売された。 ラインナップは、ヘルシア緑茶アルファーなどに含まれる茶化鉄筋を機能性、関与成分とした配合した、緑茶風味、ヘルシアコーヒーに含まれるコーヒー由来、クロロゲン酸類を機能性関与成分とした、コーヒー風味と、黒豆茶風味、松樹皮由来プロシアニジンを、機能性関与成分とした、東方美人茶風味の4種類がある。2008年4月、除草剤の成分である、 グリホサートが検出される事件があった。それを飲んだ人の体調不良の訴えがあり、通報の地発覚。第三者による混入が疑われるものの、警察のこれまでの捜査において、原因や犯人につながる証拠は見つかっていない。ありがとうございます。